劇ロック .com をご覧の皆さん、メトロノームです。ボイスコーダーのシャラクです。サルボー1の福助です。サルボー2のリュウです。この度私たちはですね、アウンカエロという久々3年ぶりぐらいのアルバムを出しました、はい、ありがとうございます。どのようなアルバムになったでしょうか、シャラクさん。ゆりかごから墓場まで、もういろんな人、どんな方でも必ず刺さる曲があるんじゃないかという、うん、あのバリエーション豊かなアルバムになったんじゃないかなと思います。素晴らしい。もうそれ以上のことはないんじゃないでしょうか、リュウさん。なんか今までの作品よりもさらにこう、うん、ライブで聴きたいなっていう感じの、違う角度から攻めてきた、さすがですね。私はですね、ギターソロがすごいかっこいい、自分のかっこいいですね。そんな、はい、アルバムを引っ提げてですね、ライブがあります。近いところで言うと8月の30日ですね、イベントライブになりますけれども、クラッシュオブモードプレミアムホットサマーというですね、KTZEP 横浜でありますので、はい、ぜひ皆さん集めに来てください。そしてニューアルバムを発売記念のワンマンツアーがあります。アウンカイロというアルバムツアーになりまして、うん、9月11日池袋ミクサは残念なことにソールドアウト。ありがとうございます。ありがとうございます。まだですね、名古屋大阪、9月の17日名古屋スペードボックス、9月の18日お、梅田のシャングリラですね、そしてファイナルは10月の16日赤羽レイニーアルファ。もうあともう残暑ですけれども、あとまだありますので、ぜひ皆さん今のところだ、ほら今だよ、今ポチッとなってしてね、ぜひ遊びに来てください。そしてですね、そのツアーの合間にですね、インスタイベントがすごい久しぶりにね、トークインスタイベントがありますので、9月の19日タワーレコード名古屋パルコ店さん、そして10月の14日タワーレコード池袋店さんでありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そのトークイベントはどんな感じになりますか、リュウ君。なんか何喋っちゃう、そこでしか聞けない話が出るんじゃないか。あとツアーの裏話とかも聞けるかもしれない。そうだね、回ってきた。あとはレコーディングの裏話も、今まで話してないことを話しましょう。なるほど、ツアーどのようなライブになりますか、シャラクさん。あっという間に終わっちゃうの。あっという間に終わっちゃう。それぐらい楽しいライブになると思います。ということで、以上メトロノームでした。また遊びに来てね。そして CD 聴いてね。